ロシア版スタバってやつこういうのってもちろんそれがデモにつながるっていうことではないんでしょうけども、反戦感情とかチェチェンの時はすごくあったわけですよね。最近のロシアでの報道、まあ、日本で視聴できる限りですけれども、すごくこうローキーで戦争の状況を伝えている。で最初始まった頃はもう Z マークの戦闘車両をバンバン流してですね、勇ましい映像が流れてたんですけども、この週末とか見てるとザポリージャでいかにこうウクライナが核テロを起こそうとしてるかぐらい で、うん、であとはまあ欧州がエネルギー危機に陥って困ってるとか、パイプラインの復活をアメリカが邪魔してるとか、そういう感じで戦争っていうものをなるべく意識させないようにしようとしてると思うんですよね。それで契約兵を一生懸命集めようとしてるんですけども、都市部ではそれほど目立たないと。モスクワからは絶対人を出さないようにするとか、うん、そうですね、避けるようにするっていうふうには、だから例えばこう戦死者が多いのもこうダゲスタンだとか、そういうまあカフカスとかあるいは極東とか、そういうところの人たちは多く死んでいる、うん、で身近にもあそこの息子さんが行ったっきり連絡が取れないらしいよみたいな話になるんだけれども、やっぱりそれがこう都市部に広がらないと、こうロシアの大きな世論としてですね、その反戦感情とか、それはチェチェンの時はすごくあったわけですよね。でチェチェン の、 その戦争第一次94年ですけど、僕当時モスクワに先ほど申し上げたように語学留学でいて、でまあ知り合いの子供がですね、こういつ徴兵されるか分かんない、徴兵されたらもうなんか親が面会にいたら、いやあなたの息子さんはもう今チェチェンに送られてますよみたいな、うん、あと報道の自由があったので、そのチェチェンでどん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 若い者が死んでいく様子がそのまま当時の NTV が報じていたとかですね、うん、そういうのと比べると今死者の数は今の方が圧倒的に多いけれども、そういう肌感覚での戦争犠牲っていうものは感じにくいようにコントロール非常にされてると思いますよね、うん、田舎だと意外とこう自分たちでこの例えば野菜作ったりとか、はい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 、ダーチャとかいわゆる別荘ですよね、郊外だ別荘、制裁とかそういうその生活苦に対して体制が非常に強いと、うん、いうことは言えると思いますね。やっぱ90年代の経験、そうですね、90年代の記憶もあと2014年の経験でかなりこう当時もそれなりに制裁があったわけですよね。でまあ、農産品とかはその時にかなり自給できるようになったので、うん、多分中長期的にはですね、例えば自動車の生産台数とかものすごいガーンと落ちてるとか、あるいはそのエアバッグつけない車しょうがないから作って売ってるとか、そういうところに影響はすごく出てくるんだろうと思うんですけれども、まだ一般住民が声を耐えられないと、こう抗議の声を上げると、で一番上げるきっかけになりやすいのは年金の下げ、額を下げたりとか支給年齢を上げたりとかいうのはすごく反応するんですけども、そこはいろんな基金を国民福祉基金っていうのを使って維持しているので、まだ目に見えるところまでは来てない。コロナ前にハンガリー行ったんですけど もうハンガリーなんか行くともう制裁くだらないから全然やめた方がいいと、でその根拠としてその制裁をずっとやってた結果、ロシア の、 その農業の能力って実は結構改善されて上がっちゃって、ね、で制裁かけたことによってその農業の能力上がるぐらいだったら何のためにかけてるのかわからないしねみたいなことをすごくたくさんの人がおっしゃってて、ただ、まあ、それでもその2014年の制裁が甘かったから、まあ、農業を立て直せるぐらいの自前でなんとかいけるぐらいの能力の立て直しができたのかもしれないですけど、今回みたいにまあ金融もやるわ、まあ、場合によって保険もやるわ、ね、中央銀行 の、 制裁なんても考えられなかったわけですよね。だからそのあたりをやることによって、やっぱり今回の制裁の一番大きな目的の戦争が遂行できるほど の、 まあ外貨を稼がせないためにロシアを国際経済のネットワークから切り離すっていうのは、ネットワークからは切り離されてるかもしれないけど、まだすごい耐えちゃってる状況っていうのをね、どう見ればいいのか。でこれ都市部っていうのもよくわからなくて、これちょっと一応予備で準備していただいたちょっとまあネタ的ニュースなんでしょうけども、ロシア版スタバってやつスタバがあったところにあれですかね、スターズコーヒーっていうのが、そうですね、看板だけ書き換えたみたいな。ちなみに僕がキーウにいたの2015年16年ですけど、その時はスタバがなくて、今も多分ないと思うんですけども、うん、ロシアは至る所にスターバックスあるんですよね。そうですね、僕が最初の勤務の時のだから2005年から2008年までの最後の頃に確かアルバート通りに1号店が出たんですよ。だけど2回目の勤務の時はもうそこら中にありましたね、スターバックス。
でこれあの開戦当初マクドティーストになった関西人なんでマクドって大喧嘩始めてマックだみたいなねマクドナルドが撤退してとかっていうの話もありましたけど、こういう都市部でのこういう、まあ、いわゆる西側資本というかブランドの撤退、こういうのってもちろんそれがデモにつながるっていうことではないんでしょうけども、どうなんですか、そのロシア国民、まあ、特に若い人ですよね。例えばイケアがなくなるとかすごく影響あると思うんですよね、はいはい、一般のロシアの普通の、うん、そうですよ ね、 ね、結構普通にアパート見に行ったりとかしても、ほとんどあのイケアみたいなのある、ね、ありますよね。でそういうで2014年の時もイケアにものすごい行列ができたんですけども、制裁が始まった頃にですね、だから影響は出てるんだろうと思うんですけども、まあ対応できない範囲ではないっていうことなんだろうと思うんですよね。まあ、世論調査なんかを見ていて無関心っていう感じなんですかね。あの関心は持ってるんですね、うん、あの非常にそのなんていうのかな、このウクライナで起きていることについて、心配してますかみたいなことを聞くと非常に心配してる人が多いと、特に年配者で多いと、はい、で年配者ほどニュースをウォッチしていると、うん、だけど年配者ほどロシアの政府が作っているストーリーを信じている、うん、若い人たちは、まあ、あの関心もないし、ロシアの政府の言うこともあまり信じてないし、あまりそもそも心を乱していないというか、そういう感じですよね。日本も当初はウクライナウクライナで、徐々に最近は、まあ、旧統一教会の問題であったり、うん、国葬の問題とか、まあ、いろんな、ね、トピック、あとまあコロナの問題であったりする、そのロシアのニュース空間とかなると、この戦争のやっぱ割合も徐々にこう減ってるんですよ。だから戦争に付随する問題すごく大きいんですよね。だからあの 制裁もそうですし、あるいは欧州が燃料不足で困ってますとか、うん、物価高で困ってますと、これはアメリカのせいですみたいなものは結構やってます。すいません、ちょっとそこを引っかかっちゃうんですけど、犠牲になっているのはアメリカによるこう制裁連合のによってヨーロッパの経済が犠牲になってるぞみたいなことを結構繰り返し言ってる感じなんですか。そうですね、そうですね。だから要するにロシアも困ってるかもしれないけれども、欧米の方がもっと困ってるんだという理屈っていうのは、多分我慢させるためには結構説得力を持ってしまうと思うんですよ。それプーチン本人も言いますよね、結構制裁やって一番困ってるのは制裁かけてる方なんだ、はい、ということを、ね、言ってますよね、ええ、そう、ロシア国民皆さんね、とら多少物価も上がるし困ってるかもしれないけども、やってる側はもっと困ってるんだよっていうメッセージはすごく多いですね、うん、でも相手が困ってるから、じゃあまあうちも我慢しようかってなります。これね、意外となるような気がするんです。そうなんですね